私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。車選びが変わります。次世代のエコカーが続々登場。テストドライビングステーションから発信する安全安心の体感試乗。車の未来を触れて走らせて感じてください。ウェルコム立東。いやそのさんやぎステラ風味のやせらやね冬しかわしよといにこへんね寒いしあったかいもん届けんねあったかい言うてもわし上手に焼かれへんからちょっとあんなことやまあ運ぶだけやねんけどなそれでもよかったらこうてってやそう焼き横道は北風任せカステラ風味のやせらやで美バビおばあさんの美バビはおみくじどのキャラを選ぶほい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 のナイスガイ商店街は草津市の西口周辺にある商店街草津駅西口商店街だよご存知でしたか草津市はクリスマスブーツ発祥の地なんです銀賞物産という会社が考案し今でも日本中のクリスマスブーツを生産していますそれにちなんで草津駅西口商店街ではクリスマスブーツギャラリーを開催子どもたちが作ったクリスマスブーツが商店街の各所に展示されますブーツ展示と投票は12月15日まで期間中お気に入りのブーツに投票したら12月18日開催のクリスマスイベント当日素敵な商品が抽選で当たるよメインイベントのクリスマスイベントは12月18日 A スクエアにて今年は草津市と友好交流都市の福島県伊達市の子どもたちの作品も300個届くんだってこれからも仲良くしてください草津市に行きたいです伊達市にも来てください草津市草津市仲良し交流クリスマスブーツギャラリーの子供たちを連れてですね訪問させていただきますのでどうぞよろしくお願いしますわしも商店街応援するでありがとうねー西商店街あほんまに、はいはい、これのな今日応援で回らせてもらってんねんそうですかあうれしいありがとうねー、はい、ありがとうございましたまた会いたいですあ中学生あしっかりしてるなクリスマスブーツギャラリー知ってる草津発祥のあよ知ってんなさすがもうでももうたりせえへんかクリスマスブーツはないっすね何歳ぐらいまで持ってた
昔の商店街さんってどんな感じの商店街さんやったんですか、ここら辺って。結構ね、できた時からずっとあるからね、西口ができてからもね、ずっと。あれ、お子ちゃんらにやっぱりクリスマスブーツ渡した？あ、渡しますって。ほんま？渡しました。ほんま？あ、喜ぶもんな。喜びますね。あ、ずっと今も続いてるのはよっぽど受けたいことやな、子供ちゃんらがな。あ、そうですよね。あ、あ、そうか。こんな会社さんが周りにあってよかったな。うちの子供が出店しました、はい、あ、そりゃそう、見に行かなあかんわな。ええの作ってた。あ、あの可愛らしいアンパンマン。あ、ほら可愛らしいな。あれみんなそれぞれ違う工夫があるんですよね。そうですね。やっぱりたくさん並んでたら見栄えがある。見栄えがありますね。あ、この子はこんなん作ってるんね。そうそうそう、ほんま、うん、あれ靴どこや。あれ、僕の靴が荒いんで、あのわし、エストピアホテルさんの前で1個ブーツ見つけたから、それちゃうかな、靴。ああ、探しに行こうかな。うん、大きいけどな。僕が何人も入るくらいで。ありがとう。美容店さん、トミー料理。トミーさん、あ、はい、ここも草津西口商店街さん。そうです。ほんまに駅前商店街です。あ、今日商店街の応援に回らせてもらってんねん。そうですか、うん、これは ありがとうございます。いやいやいや、金賞物産さん。金賞物産、クリスマスブーツみたいな素敵なもんを開発してくれて、はいはい、わしはこの会社さんに金賞をあげたよ。うまい。素敵なもんやな。いいですね。お菓子が詰まったブーツやて。なかなかそういう風に思いつかないですよね。うん、来てな。あ、こんにちは。こんにちは。なんか街道の応援みたいな。マラソンの応援みたいな。よかった、クリスマスブーツギャラリー行ってね。作ったな、作ったな、これ。作ったか。作りました。作った。え、今年？今年、あ、毎年やってます。あ、ほんま、どうやった、何作ったの。なんかいろいろ。いろいろな。いろいろやな。楽しかった。ほんま。クリスマスブーツギャラリーを PR して歩いたこの日のチンドンアンギャ。このイベント知ってるよとか参加したよという人もたくさんいて、知らない人も笑顔で応援してくれました。みんなが喜ぶいい商店街、素敵ですね。たくさんの人と出会ううち、いつしかすっかり日も暮れました。たくん、はい、真っ暗系やな。真っ暗系ですね。わしなんか皆既飲食みたいになってるな。アイス街、大天街、次はどの町？お楽しみに。お家でお住まい探すなら PRI タッチパネルで物件チェック。じっくりお住まい探すなら PRI。 みーなーくーちーかんぴょー。それでは、そいつはまずいよ、自堕落体操大寿司編、行ってみよう。くっちゃにするんでしょ、どうせまた飲みすぎてえずくんでしょ。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ、自堕落体操。脳の生活習慣病、辛いものが好き、そのくせ甘いのもいける。口ウォーキングするって靴を買っただけ。
べ過ぎまずいよ、ちららく体操、やらやら生活習慣病、ズボンのお尻がはち消える、あら八分目だよ。夜更かししちゃうのよ、ずるずると、夜中につまみ食い、目覚ましが何でも起きれず、あちこく朝ごはん抜きなんて血だらけ体操、もうダメ生活習慣病、人生まだまだこれからよ、健康診断に行こう。大津市編、今日はビワビワばさんが来てくれました。ありがとう、元気に体操してくれたね。はい、そしてご参加いただいたのは健康体操の皆さんです。ありがとうございました。この皆さんお集まりいただいているのは、いつもどんな感じでお集まりいただいているんでしょうか。毎月第1金曜の10時30分から11時30分まで、うん、健康づくりとそれからお友達づくりをメインにして、楽しく体操させてもらっています。どうでしたか今日、自堕落体操してみて。楽しいでした。伺ってもいいですかね。楽しいでした。すごくリズミカルに動けましたし。本当ですか、はい、ありがとうございました。楽しかったですか。ありがとうございます。代表の梅原さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はなんとこの素敵な歌詞カード、はい、歌詞ポスターですね、梅原さんがご用意してくださったということで、はい、すごく愛があふれる、嬉しいです。テレビで、ね、放送されていたので、一度体操をやりたいなと思いまして、それで体操1年ぐらい前にさせてもらいました。嬉しいです、はい、ありがとうございます。じゃあもう1周年、はい、1周年毎年検診に行こう。大丈夫？自覚症状がなくても病気が進行している場合があるのよ。検診で早期発見しましょう。元気やからこそ大事やね。2017年版知ったかぶり買いつぶりのカレンダー発売決定。ただし売り切れごめんね。100部限定、早い者勝ちだよ。税込み1000円、申し込みは 077-524-0154 まで。今日のエンディングは他の人を忘れたら思い出そう。おうおうひひおうおうともえこシャンハレアミンチュ。全国に嘘の勉強法で日本地図見て思うことある。なんて琵琶湖の穴もないね。わからんやわからんや。あったらあったで案外琵琶湖ってちっちゃか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。